こんにちは、ババアです。ジジイです。駆け足にはなりますが、今回は私たちもよく行く熱海の食べ歩きを紹介したいと思います。熱海の駅前には2つの大きな商店街があります。こちらをメインに行ってきました。それでは熱海食べ歩き10選スタートです。1軒目は熱海プリンです。熱海が衰退している時に賑わいを取り戻したいと2017年に誕生したのが熱海プリン。昭和レトロな熱海の街に溶け込むように牛乳瓶型の容器にこだわってシンプルな素材で作られているプリンです。こちらのお店は本店、他にも店舗はございますよ。いろんな味のプリンもさることながら、可愛いカバさんのグッズもたくさん置いてあります。今回は生プリンにしてみました。午前中しか買えないんですよ。とろーりしていてとっても美味しいですよ。熱海プリン本店仲見世通り商店街を出たら右側にございます。2軒目はまたいちあんの熱海バターあんです。創業明治4年、あんこにまろやかなバターを合わせた甘味と塩味の絶妙な味わいです。バターの他にもモナカやまんじゅう、お土産の和菓子もございます。バターあんとフルーツモナカいちごを買ってみました。甘さ控えめのあんこと、こってりとしたバターで重くなく食べれます。温めて食べても美味しいですよ。モナカも美味しかったです。熱海バターあん仲見世通り商店街の中央にございます。3軒目は磯揚げマルテンです。マルテンさんは全国に店舗がございます。魚介類の宝庫である伊勢志摩で誕生したのがマルテンの磯揚げ。人気は片手で食べれるチーズ棒、タコ棒だそうですよ。今回私たちはタコ棒を購入してみました。大きめのタコがゴロゴロ入っていて食べ応えがあり、とっても美味しかったです。磯揚げ丸天、駅前平和通り商店街入ってすぐ左にございます。駅の中にも店舗もございますよ。こちらは平和通り商店街です。午前中は空いてます。お昼が近くなるともっと人が増えますし、土日祭日はすごく活気があります。干物屋さんやお蕎麦屋さん、飲食店もたくさんありますので、歩いてるだけでもとても楽しいと思いますよ。4軒目亀山社中です。創業から50年変わらずの味。こちらのお店はみたらし団子もおすすめなのですが、私たちは厚尾がついているおちょぼ口三連串まんを食べました。黒糖の香りと甘さ控えめのあんこでとても美味しかったです。亀山社中駅前平和通り商店街の中央付近にございます。5軒目、おかきどころ寺子屋本舗です。京都大原で誕生し、全国の観光地にあり、手焼きせんべい専門店です。食べ歩きに大人気の濡れせんおかき、どれも気になりましたが熱海限定のわさびマヨにしてみました。個人的に濡れせんは大好きなのですが、わさびマヨがピリッとしていて、せんべいの甘さとよく合い、とても美味しかったです。おかきどころ寺子屋本舗、駅前平和通り商店街の中央あたりにございます。6軒目、お魚問屋です。近隣漁港から仕入れた海鮮丼が楽しめるそうです。熱海寿司イーツのネギトロを注文してみました。やはり海鮮は丼で食べたいですね。食べ歩きにはぴったりかな。お魚丼屋駅前平和通り商店街出口付近です。
7軒目熱海スクエアシュークリームです。地元の食材を生かしてプチ贅沢なお土産をということでできたスクエアシュークリーム。定番はカスタードですが、ブリュレが一番人気。定番のカスタードにしてみました。熱海スクエアシュークリーム、駅前平和通り商店街出口付近にございます。8軒目は熱海フルーツキングです。もっちり食感のフルーツサンドやゼリー、フルーツソーダが購入できます。フルーツサンドとゼリーは13種類あるそうですよ。こちらのお店、熱海サンビーチのそばにもございます。紅ほっぺサンドにしてみました。甘党さんにはいいですね。熱海フルーツキング、駅前平和通り商店街出口付近です。9軒目いちごプラザ大福屋です。伊豆で大人気のいちごプラザ、フレッシュないちごと特製のもちと白あんにとことんこだわっているそうです。バナナ大福やトマト大福などもあるみたいですよ。白あんといちごの甘酸っぱさがとても合っておりました。いちごプラザ大福屋、駅前平和通り商店街の中心あたりにございます。10軒目カフェアジールです。私たちもよく利用するんですよ。昭和レトロな雰囲気とジャズの流れるお店、ランチやスイーツもあり喫煙も可能です。ちょっとした休憩にはおすすめです。カフェアジール、駅前ロータリーにあります。すぐわかりますよ。駆け足で10軒ご紹介させていただきましたが、まだまだ熱海は食べ歩きできるお店たくさんございます。皆様もお気に入りのお店を探しに来てみてはいかがでしょうか。少しでも参考になったら嬉しいです。次回の動画もすぐにアップさせていただきますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。